それでは最後に私たちメンバーから皆さんにご挨拶をさせてください。はい、市井さやかです。ファイナル最高に最高に感激しました。季節の移り変わりがこんなに早く感じたことはありません。これからも一日一日を大切にして一生懸命頑張ります。マスカとはいろんな思い出があって、休みの日にはどっか遊びに行ったりとか映画見に行ったりとか、すごい小心者で、このツアーが始まる前は緊張とか不安とかでもうすごい心配ばっかりでした。だけど回をみんなと重ねていくたびに、みんなの声とかを聞いてるたびにどんどん勇気が湧いてきて、私は一人じゃないって気がついたんです。だからね、みんなも絶対一人じゃないからね。そしてアスカ、アスカさん、はい、私がアスカから学んだことは強くマイペースであること。私は弱いし、アスカみたいにマイペースにはできないから、そうだね、あんまりかっこよくない私が作った言葉なんだけど、なんか辛いことがあった時とか泣かされそうになった時はアスカの顔を思い出して強くマイペースでいきます。だからみんなも一緒に頑張りましょう。石原でした。8人揃って怪我なく無事にこのツアーを終えることができて、本当にたくさんの人に感謝の気持ちでいっぱいです。そしてファンの人たちの声援とかを体全部でこのメンバーと一緒に感じれたこと、本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。そしてふちゃん、いっぱい伝えたいことはあるけどね、本当にありがとう。ありがとう。そしてね、これからナチが辛い時とかあったら相談乗ってね。はい、よろしくね。うん、今日は本当にありがとうございました。阿部夏実でした。全国ツアーがもう終わってしまうなんてあんまり実感がないんですけど、たくさんの人にたくさんの場所でたくさんのことを教えてもらって、すごく、経験、たくさんの経験ができました。この経験を生かしてアスカの分まで頑張ります。そしてアスカ、アスカはいつもみたいにこれからもずっと飾らないアスカでいてください。ありがとう。だけでした。
皆さん、たくさんの素敵な感動を本当にありがとうございました。毎回のステージがいつも新鮮で、いつもドキドキして、何度も感動する場面がありました。矢口が今ここに立っていられるのは本当に皆さんのおかげだと思っております。これからもずっとずっと見守っていてください。さっきのネバーフォーゲット聞いて、本当に明日からいなくなるんだなって、すごい感動したよ。そんな歌をね、香里は絶対ずっと歌っていきたいと思うんだ。そのためには一生懸命勉強して、いろんなこと経験して、いろいろ学ばなきゃいけないけど、絶対みんなに感動を伝えられる歌を歌うようになります。だからずっと待っててください。応援しててください。そして、アスカ。なんかね、大人にだんだんなっていくけど、お互い結婚して、子供ができて、中年になってデブってよぼよぼなおばあちゃんになっても、モーニング娘。の8人はずっとずっと仲間だから、絶対忘れないでね。ありがとう。飯田香織でした。素敵な出会いと抱えきれないほどの思い出、ありがとう。もう置き忘れたものは何もありません。今私はとても爽やかな気持ちで、スタートを新しいスタートを迎えます。